アルボンバーズ、アルボンバーズ、福ちゃん、あ、来た、来た、あれもレコーディング始まった。どうだ、これでどうよ。変わんねえんだな、なんだこれ。変わらない、ノリヤさんが変わらない。あのね、下に皆さんが映ってスクロールするのね、ちっちゃい皆さんが。ほう。で、ま、ど真ん中に一人発言中の人がポンって出る、ね、これ表示とかで表示を変えられるはずっていうのが、うん、そうでしょ、うん、僕も昨日今日じゃないんで、ズーム。そうですよね。うん、今スピーカービューになって、セルフビューを表示、なんだろう、関係なかった。峯岸さんだけもうずっと顔がさらされてるけど大丈夫。そうですね、峯かな、聞こえてる？聞こえてたらあれ手振って、あんたあれ指輪取った方がいいんじゃないか。はい、すいません。あ、それは大丈夫なの？大丈夫です。オッケー。口は閉じた方がいいぞ。え？口閉じる？口は閉じた方がいい。うん。早く横にしなさい。そう、ミネさん横向きで。え？どうなってます？ね、君だけ横向きになってる。あ、違うわ。あ、そうそうそう。スマホを横にした。そうです。あ、サブさん。画面見せていいのこれ。出たいんだ。でもそれ、ミネカナだけ出てるのが面白いから。なんなんだ。ミネカナ。なんでずっとなってるんだ。しかもなんか読んだよね、ミネカナ見ても見れるから。え、なんかちょっと。キャタツ置いてんの？三脚？キャタツ？あ、三脚？違った、キャタツの上に置いてる、キャタツの上に置いてんの。あれ、どれで消すの？大丈夫です。キャタツじゃなくて、中に四掛けだよな。四掛けだな。さあさあ、皆さんこんばんは。こんばんは。こんばんは。まだだって、なんであなたが出てくるの。なんで出てくるの、あんた。もう一回始めからやり直しじゃん。はい、皆さんこんばんは。出ちゃった。こんばんは。こんばんは。マルクボンバーズームリモートシアターゲームのお時間ですよ。はい、はい、ウェーイウェーイイェーイ。今日どんなチーム分けになってるのか楽しみですか、皆さん。はいはい、はい、何色だろう俺。そんなに楽しみですか。ちょっと見えちゃった。ちょっと知ってる人いるけど、俺何色だろう。じゃあみんな同時に出てみましょうか。はい、ね、はい、じゃあ皆さんどうぞ。ドーン、やられてちょうだい。おー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 、あれ、あ、そうだと思ったんだ。出てないよ。あ、映像がね、本当だ。さんが、あ、来た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 。よかった。さくや、どういうチームか分かりますか？年。そうですね。いや、年齢か。来た。あなたとヤングだな。ベテラン対若手のチーム分けでございます。ベテラン、ベテランチーム。おじさんおばさん対、あ、それは正解。お兄ちゃんお姉ちゃんの戦いですよ、今日。抹茶以外はみんな赤は50歳超えです。言わんでもええわ。ということで今日は昭和生まれ対平成生まれの戦いでございますね。で、何をやるかというと、まあ、ちょっと面白かったんで伝言ゲーム2をやりたいと思います。あれは覚えらんないよ、伝言ゲーム。なんでそんなベテランとあれでやるのよ。さあ、うん、2発目、しかもベテランのこう味と新人たちの記憶力の良さで、すごい不安だなと思っています。不安だよ。